こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は会員さんが書いてくれたブログのご紹介です。堀秀夫さんのね、転売アカデミーのサポートプランの紹介をしたいと思いますということなんですけど、宣伝目的ではありませんと、思った通り書いていただいてます。まず、個別サポートとグループサポートってあります。グループサポートは今募集してないんですけど、一言で言うとグループサポートは他の転売塾とかとあまり変わらないと思いますよと。私は思ってた通りですね。他のサポートって私は知らないんですけど、全然稼げませんと、ね、いう相談を受けてうちに乗り換えてくれる人がいます。そういう方の聞いてると、結局サポートしてくれないと。でもよくよく聞くとね、サポートしてくれないんじゃなくて、一応サポートとか、質問すればね、遅かったり稚拙だったとしても返事が来ると。返事は来るけど役に立たないと。ね。極端な話だと、質問したらね、それぐらい自分で調べてくださいと。ね。いつまでも人に聞いてたら力尽きませんよという返事をもらったりね。逆に聞いたらね、それはサポートセンターに聞いてくださいと。あんたサポートするんじゃないんですかという形なんですけど、そういう、サポートが多いそうです。で、確かにね、転売アカデミーマニュアルサポート、グループサポートプラン、個別のサポートはできないです。だから、初心者の方がグループサポートとかね、お金節約しようと思って入っても、結局やっぱりあんまうまくいってないですね。ただね、10人に1人ぐらいはやっぱ稼げてますね。おそらくこれは、よそと一緒かなと。よそもそうなんでしょうね。うちは1回にね、10人も入んないで、毎月10人も入んないでね、せいぜいね、5人ぐらいで、サポートできる範囲で、私が個別でスカイプサポート、それから豆にチャットワークのサポートでキャッチボールできるような人数しか教えてないんで、個別サポートだと、連絡くれたりやり取りしてる人は、ほぼ稼げます。ただ、グループサポートの方はね、質問たまにやり取りしてますけど、稼げましたって言ってくる人の割合ってやっぱ10人に1人ですね。だから、よその塾って多分10%ぐらいだと思います。で、うちで稼げてる、率ってのは80%か90%ぐらいです。それはなぜかというと、個別サポートとグループサポートの違い。で、個別サポートとグループサポートの違いって一言で言って何かというと、私が重視してるのは、やってて楽しいですとかね、嬉しいですっていう報告がもらえるようなことを勧めてます。そうするとね、楽しかったり嬉しいわけですから続けられるんで、成果が出ます。で、そうじゃない場合は、ね、おそらく私がやってうまくいった方法を教えますか、それそのままやってくださいとか、辛いとかめんどくさいとかね、甘えたこと言ってんじゃねっていう話になりますよね。それじゃあね、稼げないと思います。なぜかというと、少なくともお金を払って、で、しかもお金がないと稼げない Amazon 輸出に取り組んでるということは、そんなにお金に困ってないわけですよね。で、お金に困ってない方が、大変とかしんどいことをやり続けられるかというと、それは多分無理だと思います。そういう念頭でね、私は向いてる方法をお探ししてます。向いてる方法っていうのは、楽しいですとかね、嬉しいですっていうのが、出る、ことをやってくださいと。で、楽しいですとか嬉しいですっていうことをやって、これで利益につながるんだという判断ができれば、それをどんどんやってくださいというふうにお勧めしてます。だから、8割から9割の方は稼げてます。そんな形で、転売アカデミー、転売を特別サポートはですね、あなたに合った稼ぎ方をお教えしてます。ただいま、会員募集中ですので、まだネットで稼いでない方、これから稼ぎたいという方、本業にしたいという方、あるいは本業と別にもう一個柱が欲しいという方ですね。なかなかこれだけの再現性っていうのはありませんので、稼ぎたいなら、転売アカデミーのサポートをお受けになることをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。